さあ次の試合いきましょう。和乳豆腐 VS 寛永系神、頑張ってください。ビートを聞いてからじゃんけんお願いします。聞きましょう、 DJ ヒューの。ありがとうございます。じゃんけんお願いします。どちらで高校変わってください。端の3本です。参りましょう。先行は入道高校寛永系神、レディーファイト。 Yeah、 いよいよ俺たちの時代が到来、ゼップダイバー調子はどうだい、出てるぜゴーサイン、恨みはないけど命ちょうだい。俺の地元の兄弟みんながファンな MC だけれども今日は格で寝首、俺見せつけるラップテクニック。お前の地元のファンなる MC だけどもっとファンな話があるぜ。お前を相手にする前に勘ぐる、コロナウイルスだぜ。だけど次が会う時前に俺らお前を殺す、そんなバスになってマジでぶっ飛ばす。ブリブリで今日もドン決まり、ドン決まりでブリブリでブチ決まってる。そんなあんたのその言葉間違いない。今なかなかマスク手に入らないけど全員ちゃんとマスクして帰れや。俺前戦国ゲームでやってた時にインフルエンザになっててマスクしたまんま出て1回戦で負けた。だからマスクしなかった、取ってくれた菅さんにビッグアップ。今気づいたんだって、そんなことやれる前にこのマイク素手で持って取った時点でウイルスは移る。それに今気づく、だけど大丈夫、傷は深くなる。俺のパンチライン、しかも顎は粉砕。いえ、ナフンコガニお前死んでるぜ。今日2度目だ、このセリフ覚えてるか。コロナよりもヤバめのウイルスが蔓延中、それで俺たちはナンセンスな言葉は一つも言わないレンズ、咲きまくりの年がら年中。それもフレンズ、俺ならいつでもラップを研究、ヤバめなメンツ、それでどっちがジェントルデンジャーセンス。つまりはオタク研究ばかりしてろ、お前は眼球赤くなる。俺と違って Q はお前の懐四角から吹っ飛ばすぜ。イケてるやつがどんだけいるか、今日はその勝負。大丈夫こいつもドープだが Q はドブに捨ててやるぜ。このパンチライン一発で終わりだろ。終了です。決めてください。聞きましょう。先行和乳道高校寛永系神、勝者は入道です。寛永系神に大きな拍手を。コメントね、どうしようかな。はい、こんなに差がつくとは思わなかったかな。なるほど。まあだけどマスクしてるやつも正しいと思うし、はい、マスク手に入んないやつもちゃんとそういうリスクは医療にまずは第一日本は求めているはずだし、今日は恥をかいちまった MC バトルだけど俺は主催者なんだよ。 OK 覚えていてくれ。寛永系神バトルは引退しない。まあオファー来てるからさ、いろいろ。ありがとうございます。今年はとりあえず誘われたの全部出ます。はい、とりあえず出発会、ね、出発原点回帰、つまりは Q を見習って、はい、ちょっとでも控室でもあの Q さん超イラついてたからちょっとやべえなって、ああいう風にはなりたくねえなみたいな。まあでも大先輩だから、はい、うん、すいませんでした。あ、これ俺のじゃないんだ。あ、今日はすいません。あ、どうします。あ、戻します。戻す。はい、私僕も戻す。時間押してんじゃないの。あ、だい、あ、分かんないですけど、ちょっと待って。大丈夫、大丈夫。はい、はい、あ、戻していただけるなら助かります。いいよ、戦国。これは Q のサンプリング。ありがとうございます。毎回何かしらをね、与えてくれるのが最高でございます。